これは無垢のいいフロアですね。分厚い。硬いよな。硬いですね。めちゃめちゃ。15ミリだっけな。普通12ミリみたいなんですけど、15ミリでめちゃめちゃいいやつ。ムクって傷ついても削れば修復できるんですよね。うん、そうそう。今猫が入ってきましたね。みんな塞いでるんだけど、ちょっとした隙間から入ってくるんだな。あ、いた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 。何猫やあれ。猫どこ行ったの。今あそこから奥に行きましたね。なんかちょっとした隙間があるんだな。ドア開いとったんだね。いやー、うん、こっからでもあっちから逃げてきました、ね。あっちから逃げて。はい。ありそうだね。やってみるか。これなんか。ちょっときついかな、ちょっと心配くれる。前トイレだったとこがめちゃめちゃ綺麗になってる。めちゃめちゃいい感じ。急に。うん、そうですね。向こうはこんなことやらなくてもいいと思うんだけど。あ、そうですか。あの、向こうだったらこうした方がいいけど、普通のなんだとこれが取りにくいんだよな、こう。硬いっすね。あ、そうやってちゃんと、うん、挟むんだ。うん、これあの、ムクはな。へぇ、あの、ムクじゃない、おじさんがやったのは、あの、やらないのもあるけどさ、はい、うん、普通やらなくてもいいのもあるし。へぇ、やると、やっぱ、傷ついたり。砂はくっつくとさ、うん、ピリピリってあの取れるっていうかさ、塗装とか、だからわざと透かしてくれるって。繊細な作業。あ、行ってもいい。行ってみます。もうちょっと近くてね、細かくてね。あ、こうですか。そうそう、音がめっちゃいい。これがこれだから、こっちに三寸法が来てもいいと思う、うん、そうですね、そこが、うん、そんな感じで。俺みんなこれ仮止めだしな、うんうん、はい、ラフだしさ、裏からも切れば。手すりは早い。
手でやってるからさ。当たってる。早くてうまいことやらんとさ。うん、おお入った。どう？ぴったり。これこううまくいったよな。はい。うん、これで OK。すげえ、うん。お母さんからも温かい拍手ありがとうございます。こういう感じでしたっけ？塗り方。移動させて。先にこう斜めに言うんでしたっけ？あ、そうそう。あ、そのまま下から、あ、そう。でもいいな。はい、こう行っていいですか？はい、大丈夫。入ると思う。あ、大丈夫なの？はい。大丈夫でしょう。切り方が悪かったから。ちょっと待ってね、切り方悪かったから履き直したよね。入ってみた。ついたね。はい、はい、そう、こっち、もうちょっとこっち、はい、あ、その辺でいいですか？あと、うん、もう一本これなんか叩く、うん、そうです。聞きました。あ、いいな。そしたらこっちまたこっちです。こっち側のまた開くことあるもんし、向こうおったらこっち止めて、そういったらあとみんな止めると、うん、そういう格好で、うん、これほらな、ここは、これみんな食い打っとるからジョイントだからさ、この釘のとこ打たんでな、はい、ここに必ず折るかくらいし、この辺、この釘の違うとこ打ってな、はい、うん、じゃあここ1本打ってくれる、ここ、ここ、この辺2本ぐらい打ってくれこれは曲がっとってつかないかくらいしいな、はい、あとは止めてみな、はい、うまい、ちょっと上げてこっち押してくれ。あ、うまい、うまいね。ちょっと待ってね。はい、これもあっちだ。はい、いいですか？開いて入れて。これ素直で良かったの。あ、素直です。うん、このぐらい減ったら楽でいいね。あ、これ全部いいわ。このまま止めてくれる？はい。もういいわ。そっちから止めてな。うん、もうちょっと勾配下げてな。あ、そのぐらい、そのぐらい。そのぐらい下げて。あ、そう、下げて。上上がってきてくれてた。それだけは首の当たらないように気をつけて、ここで、はい、大丈夫、バッチリね、バッチリ、
細いのでいいですか。どれ？細いのでもいいよ。うん、めちゃめちゃ大きいこれ。音が最高。硬くなってもこれで入ったもんね。こうやってこうやって上上げるとさ、うん、じゃあお願いします。そこがきつくなれば最高だし、はい、うん、あ、ここからやるのかな。こうします。ちょっと待って、
ケー。だいぶ来ました。風呂場の近くに。うん、珍しい時にあの竹切っときましょうか。ありがとうございます。竹よく釜壊すっていうぐらい火力が強いんで。そうなんだ、うん、あれうちの親父だってあの下までみんなになっ2階もデラックスでの一人破いても1階の緑の部屋の2階がめちゃめちゃ広いということです。お願いします。部屋が見えてきている。また紙が出てきている。そうそう、破けてなければいいんだけどな。11月3日隠し部屋がありました。